こんにちは、あたりです。今回紹介するのはこちら、トップ製菓の超怖い話ガムです。はい、この超怖い話ガムを紹介する前に一つだけ注意があります。今回この超怖い話ガムを紹介するんですけども、中に怖い話のカードが入っているので、小さなお友達はお父さんやお母さんにちゃんとこれ見てもいいって言って、いいよって言われるまで見ちゃダメです。それではこれからこの超怖い話ガムの紹介を始めますので、ご視聴よろしくお願いします。あたりチャンネル。はい、今回紹介するこのトップ製菓の超怖い話ガム、駄菓子屋に行ったら1個30円で売ってたので2つ買ってきました。というわけで、はい、こちらがパッケージです。もうパッケージの時点で怖いですね。はい、例のあの人ですね。いつもの怖い話のおじさんです。はい、裏はこんな感じですね。なんかキャンペーンやってるみたいで、この表にこの応募券があるんですけども、これを4枚集めて送ると、なんとこの淳二さんの DVD が当たるというね、キャンペーンがやっています。というわけで今回、2つ買ってきたので、早速開けましょう。はい、開けます。じゃじゃーん。あ、出てこない、出てこない。じゃじゃーんって言ったら手前あれですけど、出てこない、出てきたー。これ台紙か。こんな感じで超怖い話の、あ、袋閉じになってるんだね。袋閉じになっていて、これですね、これが袋閉じになっていて、なるほど。これはなるほどね。これはなるほどね。はい。おー、なるほど、なるほど。で、これが超怖い話、その107。相当シリーズ出てるのかな。これが、ガムの、コーラ味のガムですね。で、こっちが、ちょっと待ってね。はい、こっちは開けましょう。台紙はいい。こちらも、超怖い話、その108。続けて撮ったから、連番だね。はい。で、1個目が、修学旅行という話。で、2個目が、お化け屋敷という話ですね。はい。というわけで、じゃあ、朗読しましょうか。今回の話は、僕の知り合いの妹が実際に体験した話なんですけども、この女の子、レミちゃんという女の子がいまして、このレミちゃん、修学旅行で温泉旅館に泊まったんですね。で、この温泉旅館での部屋割りが、その班の1グループ、4人での部屋割りだったんですけども、もうね、修学旅行ではしゃぎすぎて、消灯時間が来たら、このもう4人もう遊ぶ間もなく、すぐ寝てしまったんですね。それで、このレミちゃんなんですけども、夜中にちょっとトイレに行きたくなってしまって、起きてしまったんですね。で、まあ、みんなは寝てるわけですけども、そのレミちゃんは、ちょっといたずらしてみようかなと思って、その友達の布団をちょっとこう引っ張って剥がしてみたんですね。ですると、その友達は、ちょっとやめてよみたいな感じでね、こう寝ぼけながら、こう布団をね、引っ張り返す。取り返そうと思って引っ張り返す。これがちょっと楽しくなっちゃって、こうレミちゃんはこう何回もこう友達の布団をこうね、引っ張っちゃったんですよね。で、その布団を引っ張ったり、取り返したりっていうのをやって何回かやったんですけども、まあ、レミちゃんもまた眠くなってしまって、また布団に入ったわけですね。ですると、しばらくしてから、足元の方で、ガサガサ、ガサガサ、音がするわけです。で、その後に、また、今度はね、レミちゃんの布団が引っ張られたんですね。それで、レミちゃんは、もうさっきの仕返しならやめてよ、ね、ちょっと笑いながら、この布団を取り返したんですけども、その後、何回取り返しても、布団を引っ張ってくる。その度に、レミちゃんは、何回も取り返すんですけども、何回も布団を引っ張られるんですね。それがあまりにもしつこかったので、いよいよもってレミちゃんもちょっと怒った口調でね、ちょっともういい加減にしてよって言って起き上がって足元を見たんです。そしたらそこには同い年ぐらいの女の子、見たことのない女の子がずっと布団を引っ張ってるんです。で、ささやくように、私も仲間にって言うんです。よく見るとその女の子、下半身がなかったんです。はい、というわけで、超怖い話107の、
修学旅行というお話を読んでみました。いかがですか？怖かったですか？というかね、読んでる僕が怖くなってるんですよ。これね、今一人でこう撮影してるんですけど、この部屋怖っ、なんかいないかなと思っちゃうぐらいちょっと怖くなってきたんですけど、大丈夫ですかこれ。いや、なんか怖い話すると寄ってくるって言うじゃないですか。僕はね、まあ、全く見たことないというか霊感が全くないので、まあ、多分大丈夫でしょう。いても大丈夫でしょう。はい。次のお話は、遊園地のお化け屋敷でアルバイトをしていた、僕の知り合いの話なんですけども、まあ、このお化け屋敷、まあ、お化け屋敷にはありがちなんですけども、まあ、幽霊がね、出るだの出ないだのっていう変な噂が立てたわけです。まあ、ただ、3ヶ月、4ヶ月ぐらいかな、そのアルバイトで働いてた僕の知り合いは、まあ、一度も幽霊を見たことがなくて、まあこれはね、ただの噂に過ぎないと思ってたわけですけども、まあ、その何ヶ月か経ったある日のことなんですけども、その出口でそのお客さんが出てくるのを迎えていたわけですね。すると、どのお客さんも口々にやっぱり怖いけどすごく楽しかった、本当にすごく怖かったとか、最後の子供の人形の動きがやたらリアルだったみたいなことをね、口々にはしているのを耳にしたわけです。ただ、その知り合いがどうしても一つだけ気になることがあって、このお化け屋敷なんですけども、最後は人形エリアになっていて、いろんな人形がこう並んでいるんですけども、この人形エリアに子供の人形は一つもないんですね。で、その言葉がどうしても気になって、閉園後に知り合いがこうね、懐中電灯を持ってそのお化け屋敷の中を見回り確認をしていたんです。異常なし、異常なし、残すところは最後のエリアのみ。ただこの最後のエリアに一歩踏み込んだ時に、急にこう奥からね、冷たい風が吹いてくるような気がして、すっごいこう背筋がゾクッとするような感覚を覚えて、その知り合いはちょっと一歩立ち止まってしまったわけです。その知り合いは勇気を出して、ね、最後のエリアに足を踏み入れて、懐中電灯でこう照らしながら一個一個人形を確認していたんです。一つ目こそよし、六六尾よし、カラカサお化けよし、まあ一通り見回してみたんですけども、特に異常はなかったんですね。で、最後にもう一度懐中電灯でぐるっとしっかり見回して異常がないか調べたんです。ただぐるっと見ましたときに、一瞬何かが光ったような気がしたんですね。で、急いでその懐中電灯を光った方向に向けたんです。でも何もなかった。おかしいなと思って、しばらくするとコツン、足に硬いものが当たった感触があったんです。その知り合いはゆっくり足元を照らしてみると、うわー、びっくりしてもその場にへたり込んじゃったんです。足にこのお化け屋敷では見たことない黒髪の日本人形がかっしがみついてたんですね。でもびっくりして気が動転しているその知り合いは、もうその人形の頭を持って遠くに投げたんです。カサカサカサカシッ、またやってきて足にしがみついてくる。何回投げても何回投げても足にしがみついてくる。で、途中でその知り合いはもう怖くなって気を失ってしまったんです。で、目が覚めたらその人形はいなくなってたんです。でもどうしようもなくなって、もう怖くなっちゃったその知り合いは、それっきりでもうそのアルバイトを行かなくなって辞めちゃったそうです。で、そのお化け屋敷はまだその遊園地にあるそうです。はい、どうですか？怖かったですか？超怖い話ガム108番、お化け屋敷というお話でした。はい、というわけで、付属のガムを食べてみたいと思います。あのね、話してる僕が怖いんですよ。これ怖いね。もうね、もう二度とやらないです、これ。二度とやらない、こんなの。あたりチャンネル。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回紹介したのはこちらのトップ成果超怖い話ガムでした。はい、皆さんも見かけたら買って、読んでみてください。僕はもう絶対買いません。もうね、怖い話苦手なんですよ、本当に。なんでこれ買ったのか自分でもわからない。
本当にそれくらい、もうやだもうやだ、もう絶対買わない、こんなの。はい、じゃあまた次回、バイバイ。あたりチャンネル。